スポーン。カニ。はい、強すぎる、はい、素晴らしい、はい、ナイスナイスです。ナイスです。ナイス。なんか私目線だと蓋開いてないのにボタン押された感じだったんですけど、なんかこういうラグもあるんですね。あ、そうなんですね。そう、びっくりした。チートです、チート。連打してたのに、あのなんかボタンまだ開いてないのに急にピンポンでなったから、もしかしてセンターさん、ゾニキさんの腕を手に入れたんかと思いましたね。ゾニキさん、バギーって言ったのかと思った。割ったってことね、なるほど。ちょっと間違えちゃった。マシャカリさん、はい、何も言わない。絶対許しません、夏目は。あれ、なんてなんて。マシャカリさんのことを絶対許しませんから覚えておいてください。いや、怖っ。どうしたどうした急に。あれですよね、メンヘラ昇降機ですよね。ヌーを取られました。音聞こえた。あ、視界が広いな。絶対に許さん。アーカイブがいいかな。あー、右ないのか。へえ。やろう。ちょぼ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 。ほかほかほか。黄色。これで開けるぐらいかな。いい色。いっぱい。いい色。色紫。ここ。おお、ナイスボタン。素晴らしい。イエーイ、やったやった。はい、ナイスです。あの、ハンバーグを作ってたんですけど、ハンバーガーですね。あの、夏目くんがずっと僕を見てきて、全然彼タスクやってないんで、ちゃんとタスクやってください。絶対に許しま、それがインポスターなんでやるタスクはないと思うんで、釣りたいです。絶対に許しません。夏目はマシャカリさんを絶対に許せません。めちゃくちゃ怖かったですね。はい、以上です。あの、いいっすよ、夏目先生許さなくていいんですけど、タスクやらないと羊飼い系が許さなくなるんで頑張りました。やります。はい、よし、はい、いい子だ。わかりました。あんなにタスクが遅かった K さんが。え、まあ、タスクって大事ですよね、羊飼い系。すごい。そうね、死ねちゃうね。成長を感じる。成長したらやりましょう。はい、左、あー、間違え、あー、ちょうどいいか。エンジンと貨物の名前間違えちゃった。お店出れてないのか。まあまあいいか、写真もできるし。白、水色、スポーン、カニ。あはもう下から、じゃあちょっと行こう。んーしゅしゅ、ピンク紫、緑、水色、ピンク、紫。あ、ちょっと、はい、あ、え、いいっすか。心電図見てて、マシャカリさん当分前に死んでて、当分前じゃないな、キンキンです。マシャカリさんコミュニケーション中ぐらいに死んでてね。神殿図見てて、ザチキンさん超直近です。あ、東屋さんは合っています。東屋さんの方が直近だと思います、多分。東屋さん
思いっきり見たく、はい、いきます。貨物室の下でマシャカリさんの死体発見です。ドアに挟まれている状態です。貨物、はい。トータさん、何をしてましたか？シャワー室のところから。ですか、アーカイブの右上、ビリヤードの配線タスクやって、そこへ入ってくる、来て戻る瞬間のピカクロさんを見かけました。いや、私動いてないね。私はずっとシャワー室で仕事してたよ。4冊の2人です。だから、今トータスさんに嘘つかれてるから、私トータスさんとローラーで問題ないと思うわ。ダメだ、6人か。ピカクロさん、羊飼いKさんに聞きたいんですけど、いいですか？トータスさんとピカクロさんを羊飼いKさんって指認してます？いや、ピカクロさんはしてない。状況だけ言うと、トーヤさんが、ラウンジの方に戻っていったのところまで確認しているので、ピカクロスさん、トータスさんのどちらかが犯人です。うん、で、今私行動を完全に嘘つかれたから、トータスさんが犯人だわ。私がシャワー室で仕事してるときに、トータスさんが上行ってるから、私のことを認識して私に見に来てるんだと思う、このタイミングで。実時点、羊飼いKさんのセルフレポートは 100% ありえないです。現です。ピカさんって武器庫におられたのを開幕指認してるんですけど、てか、で小見さんは直ったみんな右ですよね。直さなかったんで、みんな右ですね。いや、私小見さんが入ってる、小見さんが私直しに行こうと思ったタイミングで、もうすでに天さんとザチキンさんが入ってたから、私は直さなくていいと思って直してない。僕目線ゲンさん確定黒って言っておきます。黒、はい、なんでですか？左にザチキンさんがいるから。いや、ザチキンさんは私より先に出ていかれましたって。ピカさん、トータさん、どちらかに入れましょう。いや、先端目線で。今日はインポスター決め打ち釣りです。おお、私か。あ、原始点先端さんできないですけど、先端さん目線ゲームもできないと思いますよ。じゃあボタン押しましょう。ボタン、全力でボタン押しましょう。それもわかる。停電か。ナイス。あ、ゲンです。なんか白アピするのもあれなんですけど、私とセンターさんは左にいて、ザチキンさんがコミサボを直されたんですね。うん、僕が直しました。で、その時アドミン行ってました。はい、ザチキンさんは。あ、そうなんですか。でも、まあ分かります。まあ、ゲンさん言いたいことも分かります。まあ、で、ザチキンさんの方が我々も先行して見に行かれてるんですね。ちょっとだけ。あ、すいません、あと5秒だけください。で、私とセンターさんはその後昇降機左までずっとご一緒してるので、私がザチキンさんを切ることはお互い目線で不可能だと思います。終わります。ちょっと、はい、ピカクロスさんを一応決め打ちで打ったので、そう、ピカさんの行動で知ってる人っています。ゲンです。ピカさんは開幕武器庫で見ており、コミサボタイミングでピカさんの位置関係からするとコミサボを直そうな位置だったのに直さなかったこと。ごめん、逆に私はピカさんが黒だと思ってる理由です。うわー、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。貨物室と診察室の間のところに挟まれてたんですよ、うん、死体はマシャカリさんの、うん、でピカさんがそのルートから行ってるんですよね。上から行ってるんですよね。ピカトータス、あ、トータスさん、僕かなり一緒にいたんですね、シャワーアーカイブラウンジと。で、ピカトータスの2度だと思ったんですが、だとしたら、ピカさんのルートを考えるとマシャカリさんの殺害ができない、うん、トータスさんがやってるんじゃないですか。あ、トータスさんはアーカイブ以上のところまでいたので、結構時間から考えると、でも相方が分かんないな。結構いたんですよ。すみません、本当に結構いたんですよ、トータスさんと僕。うん、トーヤさんも。そう、位置考えると結構きついなと思ったんですよ。トータスさんだって上で一緒に目撃されてるわけで、行って戻ってきるでしょう。結論、羊飼いKさんが取りたい進行って何？結構ね、6人盤面って決め打ちでもなさ、うん、いや、決め打ち釣りしかなかったと思うから、1インポスター落ちてるでいいんだけども、トータスさんだと思ってたけど、トータスさんじゃなさそうだから、他のことを考えるべきで、先端先生さん、そうそうそう、バイタル見てて、電気室死体が超直近で起きてるから、コミュニケーションだったらメインのとこで死んでると思って電気室行ってる。決め打ち釣りってことで、はい、です。Kさんは決め打ち進行を希望なわけですよね。ってなると、ピカさんに入れた方を洗えばいいと思うんですけど、はい、ね、自分だよ、自分です。あ、え、お、すげえ、え、今俺投票した。え、近かったし決め打ち進行ならいいんじゃない、夏美先生で、まあ、すげえ、みんな早い。いや、終わりました。終わる、終わるんだ。いやー、すごいな。ピカクロさん、ごめんなさい。てか、今のよく村勝ったの。どうすれ、私でも普通にスキップ入れようとしてたんで、これは。まあ、まあ、不完全燃焼感やばい。いやー、申し訳ないです。いやー、
ちょっともうちょっとね、誘導しとけばよかったね。申し訳ない。めちゃぬるってつらい。ちょっと私が焦った気るしちゃって、シャワー室で弁当入って倉庫行ったら目の前にマチャガイさんの死体があってさ。ああ、なるほど。うわーと思って引き返して、で、合わせてアーカイブで切った後にラウンジ入ったら唐突さんがいて、ああ、これきつーって思いながらやってたから、しょうがないですね。え、ごめん、何が起きたのかちょっと分かってない。僕あ、まあ、ナイスシャワーでした。ナイスファイターです。ゲインさん、ありがとうございます。ちゃんと時間使ってくれです。なんか普通になんか夏目先生とケイさんお互い白なのかなと思って、でロラ大将の2人が対立してるんだったら消去法的に原産しかないなと思って、ちょっと揺さぶりも含めて言ったんですけど、まあ、センターさんの容疑はゼロではないんで、ダチキンさんキルがお互いできない以外は全く分かんない。普通にね、そう、新情報的にダブルキルする時間お互いないの分かってはいたんですけど、ちょっと揺さぶってみました。なんで変わったんだ今の。いや、でもキル自体はね、ピカクロさんね、ちょっとインポッターに連絡できないかしら。全然大丈夫です。次行きましょう。でも今、でもピカクロさん決め進行なのであればもう、まあ、夏目先生と計算、ね、ロラで終わるから、まあ、コメントでいただいたんですけど、そういえばそうですね、コミサボ中にバイタル情報嘘っぽいって確かにそらそうだってちょっと思っちゃいました。確かに、うん、全然気づかなかった。なるほど。なるほど。いやー、しかしコミサボコミサボで言うと原作で言うとあるとは思わなかったな。私のタイミングは、ま、すごい時系列回ってるんですよ。あの、私あのアドミンマップチェックした時にはまだコミサボ入ってなくて、ほんと出る時になってたような感じのタイミングだったと思ったんで、その時にはもうすでにザツキンさんとセンターさんがいたから。なるほど。そう、そこで疑われるとは思わなかったな。ゲンさん、クローって言ってたから。あれめっちゃ面白かった。5秒くださいもかっこよかったわ。クローって言ってた。いや申し訳ねえな。ガクラさんすいません。いやいや、しょうがない。はい、さてと、まあでも夏目先生釣り側だって鬼滅進行ならケイさんとピカクロさんライン切れてるし、トータさん白でゲンさんと僕お互い白だから、夏目先生つって終わらなかったら、まあ再計算まで釣れば終わるから。頭いい、すげえ。なるほどね。お見事です。俺もそれ考えてたんやですよね。いや、僕たちのねおかげでね。嘘っぽ。いや、ほんとトータさんが入れてくれると思って僕も入れたんで、ありがたいですね。すげえ。あ、近い。とりあえず入れとこうと。今日意識高めます。なんか数にしてもうちょっと綺麗にちゃんと満票入れた上じゃないとインポスターの皆さんもちょっと納得されないと思うんで。でもボタンが、まあ自分も投票入れてないんで別に。あ、松本も入れられてない。松本先生も投票してないよ。あ、そうです、大丈夫です。僕だけでスキップ入れたの多分。ちょっとワンテンポ早く、ロラはワンテンポ早くしないと多分ボタン足りなくなるから。確かに、マップマジでボタン最終日誰も持ってないとかザラにありますから、うんうん、僕とゲンさんがもう押してたからもう入れちゃった。あ、僕もしかも使ってますもんね。そうそうそう、だからもう入れあそこでもう通報しないと決め打ちならそれができないのか。なるほどね、うん、いや、ごめんなさい、言えばよかったですね。いやいやいや、さすがっすわ。いやすいません。すげえ、時間足らないでしょ。ちょっとね、どっちも僕も言う時間なかったので、140秒しか使ってないし、そう、ね、私マウスから手離し気味でしたから。右手でめっちゃ考えるポジションだ。マウスなんていらないって言うけど。いやいや。